ローマ人の手紙4章。それでは肉による私たちの父祖アブラハムの場合はどうでしょうか。もしアブラハムが行いによって義と認められたのなら、彼は誇ることができます。しかし神の御前ではそうでありません。聖書は何と言っていますか。それでアブラハムは神を信じた。それが彼の義とみなされたとあります。働く者の場合にその報酬は恵みでなくて当然支払うべきものとみなされます。何の働きもない者が不敬虔な者を義と認めてくださる方を信じるなら、その信仰が義とみなされるのです。ダビデもまた行いとは別の道で神によって義と認められる人の幸いをこう言っています。不法を許され罪を負われた人たちは幸いである。主が罪を認めない人は幸いである。それではこの幸いは割礼のある者だけに与えられるのでしょうか。それとも割礼のない者にも与えられるのでしょうか。私たちはアブラハムにはその信仰が義と見なされたと言っていますが、どのようにしてその信仰が義と見なされたのでしょうか。割礼を受けてからでしょうか。また割礼を受けていない時にでしょうか。割礼を受けてからではなく、割礼を受けていない時にです。彼は割礼を受けていない時、信仰によって義と認められたことの証印として割礼という印を受けたのです。それは彼が割礼を受けないままで信じて義と認められる全ての人の父となり、また割礼のある者の父となるためです。すなわち割礼を受けているだけではなく、私たちの父アブラハムが無割礼の時に持った信仰の足跡に従って歩む者の父となるためです。というのは、世界の相続人となるという約束がアブラハムに、あるいはまたその子孫に与えられたのは、律法によってではなく信仰の義によったからです。もし律法によるものが相続人であるとするなら、信仰は虚しくなり約束は無効になってしまいます。律法は怒りを招くものであり、律法のないところには違反もありません。そのようなわけで、世界の相続人となることは信仰によるのです。それは恵みによるためであり、こうして約束が全ての子孫に、すなわち律法を持っている人々にだけでなく、アブラハムの信仰に習う人々にも保証されるためなのです。私はあなたをあらゆる国の人々の父としたと書いてある通りに、アブラハムは私たち全ての者の父なのです。このことは彼が信じた神、すなわち死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の見舞いでそうなのです。彼は望み得ない時に望みを抱いて信じました。それはあなたの子孫はこのようになると言われていた通りに、彼があらゆる国の人々の父となるためでした。アブラハムはおよそ100歳になって、自分の体が死んだも当然であることを、さらの体の死んでいることを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。だからこそそれが彼の義と見なされたのです。しかし彼の義と見なされたと書いてあるのは、ただ彼のためではなく、また私たちのためです。すなわち私たちの主イエスを死者の中から蘇らせた方を信じる私たちも、その信仰を義と見なされるのです。主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるために蘇られたからです。